ミノミッションは、石黒伊作が代表を務める日本の宗教法人である。聖書信仰に立つ、福音派の単立の群れで、セディリー・ワイドナー宣教師によって1918年、設立されたという。ミノミッションは、聖書の無誤性、イエス・キリストの再臨を信じ、神社参拝を含む、あらゆる偶像崇拝と言われることをしなかった。そのため、激しい迫害にあった。 ミノミッション本部玄関、戸田伯爵所有家老屋敷、ミノミッション本部外観岐阜県大垣市で日曜、学校と幼稚園から開拓伝道を開始する。他の岐阜県内、愛知県、三重県でも福音伝道をなした。本部は戸田伯爵家所有の家老屋敷に置いた。1929年9月24日、ミノミッションの教会員の指定たちが、 大垣市中小学校で行われた、剣社と小葉神社の参拝を拒否した。この事件は、美の大正新聞1930年3月13日の報道をきっかけに、各新聞でも報道された。これを受けて、日本キリスト教会大垣協会協会員で、アンパチ農学校校長の佐藤忍は、我々キリスト教徒も迷惑を感じている。神社参拝に反対する必要はない、と述べた。 ミノミッションの児童は3月23日の大垣商懇祭礼も拒んだ。これらの事件により9月23日提出したミノミッション設立願いはついに認められなかった。1933年、ミノミッションの指定が伊勢神宮参拝を偶像であるとして拒んだ。この事件は新聞で大々的に報道された。岐阜県の政治家、王の万博は市民は合法的に 実力で、ミノミッションを閉鎖せよと述べた。先導された大垣氏地元民は、ミノミッション排撃の歌、守れ国体、ホームレ邪教を作って、ミノミッションを迫害した。我が国体の尊厳を害な,なう彼らミッションの排撃、目指す我らこそ使命に生きる国民ぞ知死をみなぎる、遊国の王子家城の剣士の力もて倒せ、ミッションは井戸廃排成堂々最後までいざ立て、 有志寺は今、我が史4万の剣寺らよ、邪教の画像を葬りて、正義のお旗輝かせ、日本キリスト教会をお楽器教会牧師、朝倉修行は、神社に抵当するのは、キリスト教信仰になんだ差し支えないとして、身のミッションを非難した。1933年8月21日、神社参拝を拒んだ児童たちは定額になった。同年9月1日、読売新聞は、 ミノミッション聖書の神以外は一切早撃と題する批判記事を書いた。翌年の1934年1月、ミノミッションの幼稚園は閉鎖に追い込まれる。ワイドナー宣教師は病気により1939年死去した。ミノミッションは解散を命じられたが、戦時中も信仰を守り、妥協せず、日本キリスト教団に加わることがなかった。 1942年3月26日、ミノミッションの牧師たちは治安一法違反で投獄された。1946年、エリザベス・アリス・フィワエル宣教師により、ミノミッションが再開され、現在に至っている。代表は石黒遺作である。日本キリスト教団ら神社非宗教路の唱え神社参拝を容認する立場では、ミノミッションをファンダメンタリストと呼んで非難した。 ミノミッション事件からファンダメンタリズム恐怖症が発生し、神社参拝拒否をファンダメンタリズムとする行為が形成されたという。ありがとうございます。